最果ての魔王ディープブリザードのレディオクローゼット。我は最果ての魔王ディープブリザードである。みな、新年明けましておめでとうございますなのであるぞ。この番組は絵に関する疑問、質問、お悩みに魔王目線でお答えするラジオ番組である。この番組を聞いて少しでも新年のお絵かきが楽しくなってほしいなと、今回も金曜日の更新をしておるのであるぞ。というわけでみな、改めてハッピーニューイヤーなのである。2021年なのである。というわけでな、もう本当に昨年はあっという間の1年間であったし、レディオクローゼットも50回以上やってきたっていうのをな、ちょっと年末に感じてびっくりだったし、あとちょっと嬉しかったのは、今年2021年の1月1日が金曜日ということでな、金曜日といったらレディクロ、元旦といえども休むわけにはいかぬと、元旦の早朝ではあるけれども収録をさせていただいておるのであるぞ。本当にこのレディクロはたくさんの方に昨年聞いていただき本当にありがとうなのであった。そしてな、今年もより多くの方に絵を楽しく描くこと、そして絵を描くことに悩んでおる方々のお役に立てるラジオになれればなと思っておるので、よければ今年も聞いていただけると嬉しいのであるぞ。というわけで今回は元旦スペシャルということで、魔王から絵を描く上で大事なお話をさせていただこうと思うのであるぞ。というわけで今回は我がずっと提唱しておる絵が上手くなる5か条をお話ししようと思うのである。なんだか難しそうな話をするのかのって思うかもしれないけれども、聞いてみれば想像以上に簡単でシンプルなことである。でもそれをちゃんと守るだけで本当に絵が上手くなるので、ぜひ1年の計としてこの5か条をいつも胸に持っていてほしいなと思ったので、お話をさせていただこうと思うのである。まずは1つ目、何を描きたいのかを常に考えるようにしてほしいなのである。やはり絵を描いていたり、初めて絵を描く方だったり、しばらく絵を描いていたものにとっても何を描きたいのかというのが分からなくなってしまう時がある。それは単純に慣れで描いていたり、ただただ上手くなりたいなと思って描いていると、この壁にぶち当たってしまうのである。そうならないためにも、自分は何を描きたいのかということは考え続けていてほしいのである。これは難しく考えるのではなく、あれ描きたいなとか、あれ絵で描いたら面白いかもなとか、例えばファンアートでもあのファンアート描きたいなみたいなことをいつも考えていると、それだけでも描きたいっていう順番のなストックが溜まるので、そうなると何が描きたいのかわからない、何を描いたらいいんだろうっていう悩みから解放されるので、日々自分が何を描きたいのか、どういうものが好きなのか、自分の好きって何なのかっていうのを考えてると、何を描きたいのかということはいつも明るく輝いて見えていることであろう。次に、必要なものは何かというのもいつも意識していてほしいのである。例えばチューリップを描きますってなった時に、頭の中だけでチューリップは描かないでほしいのである。最近であればな、ネットで検索すればいろんなチューリップの写真を見ることができると思うので、そういうチューリップを見ながら、自分はなるほどこういうチューリップが描きたいんだとか、チューリップってこんな形なんだとか、チューリップっていろんな色があるんだなみたいなことを意識して練習してスケッチを撮ってみながら描いてみる。できることなら、例えばチューリップであれば写真を撮りに行ったり、実際に自分でチューリップ植えてみたり、そういうことをしてみて、チューリップとはどんなものなのかというのをちゃんと知ってほしいし、絵を描く上で資料とかは準備してほしいのである。魔王はなんとなく絵を描くことっていうのは良くないことだと思っておる。自分が描くものとはどういうものなのか、それがどんな風に描いたらどういう風に伝わるのかというのはいつも意識していてほしいところであるぞ。そして大事な3つ目は、描きたいものは描けているかというチェックは忘れないでしていてほしいのである。なんとなく絵を描き始めてしまうと、描いた時になんか頭の中で思ってたのと違うのができたなってなってしまったことがある経験、うぬらはないかの。そうなってしまうのは、何を描こうかというのが曖昧になってしまっていた結果に他ならないであるし、もちろん描きたいものをちゃんと決めて描いてたのに、集中が続かなかったりぼんやりしていると、テーマが違ったものになってしまっていることというのは多々ある。なので、書いている最中にちゃんと自分が最初に思っていたテーマが書けているのかどうかというのはいつもチェックしていてほしいのであるぞ。そして、絵が上手くなる5か条の4か条目、反省点はどこかなのである。絵が上達しないものの多くは、この反省点はどこかということに対して目を向けないものというのが多いと我は思っておる。書いて、ああ、うまく書けたとか、はいはい、じゃあ次々とか、なんか今回もなんかうまくいかなかったなぁ。で、なんとなくで絵を描き終わって、そのまま次の絵を描いてしまうというのは、絵の上達にとっては非常に良くないのである。描いた絵をちゃんと見ながら、ああ、今回ここがうまくいったなぁとか、ここはちょっとうまくいかなかったなぁとか、そういうふうに自分の絵をもう一回見直してほしいのである。そして、うまくいかなかった点があったのであれば、どうすれば次はうまくいくだろうということを考えて絵を描いてほしいのである。そうするだけでもぐっと絵は上手くなるのであるぞ。そして最後は、楽しく描こうなのである。これは本当に我が折を見てはいつも口癖のように言っておる楽しく絵を描いてほしいということに他ならないのではあるけれども、じゃあこの5か条を達成するために頑張って描かなきゃって言って、ずーっと楽しくない練習をしたり、楽しいって思えない絵の描き方をして、それで絵が上手いですねって褒められたり、私この絵好きですって言われても、絵を楽しくない状態で描いていては、その気持ちも素直に受け取れなくなってしまうのである。なので、どんな時でも自分が絵を描くことを楽しめているのか、例えばもう描いてて、辛い、しんどい、眠い、お風呂入りたい、遊びたいっていう気持ちが優先するんであれば、その時は全然遊んでよいし、お風呂にも入ってよいし、寝たいだけ寝てもいいし、遊びたいところに遊びに行っていいと思っておる。そういうことをすることで気持ちが切り替わったり、絵を楽しく描こうって思うための下準備ができるのである。もちろんな、ただただ遊んだり逃げてよいというわけではないけれども、楽しくないと思っている時に無理に絵は描かなくてよい。これは我が一番大事で伝えたいことだと思っている。うまくなるんだったら我慢しなきゃって苦しみながら描いている人というのはたくさん見てきたし、そういう方々というのは、やはり最終的には絵を描くことを呪って、絵を描いている人々を攻撃する存在になりかねないのである。我は、本当にそういう方々をたくさん見てきたからこそ、そういう方々になってほしくないし、結局のところ、絵を描くことって、楽しく絵を描けているからこそ、その絵を描いて届けて見る方々も楽しく見れると思うのである。なので、いつでも楽しく描けているかどうか、そして楽しく描けているかなという、楽しく描くための自分の心の余裕だったり、気持ちの整理をしっかりしていてほしいのである。そういう時に悩んだり、詰まったり、どうしてもうまく描けない、楽しく描けないと思った時には、魔王のところに質問しに来てほしいのであるぞ。というわけで、いかがだったかの？皆からの疑問、質問、お悩みは、この動画のコメント欄、公式サイトの質問フォームから、そして、Twitter でハッシュタグ、#レリクロでつぶやいていただければ、魔王がお答えするのであるぞ。本当に昨年はたくさんの質問にお答えをさせていただいたり、たくさんの方にこのレディオクローゼットをご視聴していただけた。本当にありがとうなのである。改めて本年もこのレディオクローゼットがうのらにとって楽しいラジオ番組で、そして何かの助けになれればと思うので、今年1年もよろしくお願いいたすのであるぞ。ではまた次回、お絵かきしながらお会いしようなのであるぞ。動画のご視聴誠にありがとうなのであった。良ければチャンネル登録、高評価、SNS のフォローなどもよろしくお願いいたすのであるぞ。